アルフレート・シュレムは第二次世界大戦時のドイツ空軍の高架量兵部隊の将軍である。最終階級は高架量兵大将。シュレムはシュバルツブルク・ルードルシュタットのルードルシュタットで生まれた。1913年3月8日に第56野戦砲兵連隊の士官候補生としてドイツ帝国陸軍に入隊し、 1913年10月に一時的にダンツヒ軍学校に移籍した。シュレムは第一次世界大戦が始まる前に元の連隊に戻り様々な職種を経験しながら1919 19年9月までそこで過ごした。戦艦期間にシュレムは爆料、訓練、連隊のポストなどの手術の職種につき、1937年10月に航空省に配属された。 1938年2月に陸軍から空軍に転籍し、ドイツ空軍参謀本部の大佐に任命された。1938年6月には西部防空空域の幕僚長になった。シュレムは1939年10月にルートビッヒボルフ中将の下で大9子航空艦区の幕僚長になり、1940年12月にクルトシュトデント将軍指揮下の ダイクシー航空軍の幕僚長に任命された。ダイクシー航空軍は、ドイツ軍のパラシュート部隊と、航空教習部隊の本部スタッフであり、1941年5月20日に、クレタ島への空挺攻撃のメルクール作戦に、投入された。少なくとも6000名の高下両兵が失われ、クレタ島占領で有効に機能した、空挺攻撃はこれを最後に、後ドイツ軍は大規模な。 空挺作戦を行わなかった。1942年2月から、シュレムは第13航空軍の総司令部に配属され、そこで、ルフトバッフェン g クスバーバンドの指揮官になった。シュレムは、ゴッドハルトハインリツィ将軍の第4軍令下の第 4X 戦車軍団と LVI 戦車軍団を割り当てられた。1942年6月から、シュレムは、 第一航空軍の指揮官となりに基地を置き様々な空軍の航空部隊とその地上支援部隊を指揮した。1942年10月にシュレムは東部戦線で第2空軍野戦軍団を指揮官する将軍となった。中央軍の第3戦車軍令下のシュレムの軍団は4つの空軍野戦士団で構成されておりレベルの南からビチェプスク東のダウガバ川までを担当していた。 1943年2月と3月に大通空軍や戦軍団はビチェプスク北東の地区に横行するパルチザンを相当する電光作戦に参加した。1943年10月6日にシュリムの軍団の一部はロシア軍の大部隊の攻撃で崩壊し、その結果ドイツ軍の戦線は10マイルにわたり穴が開き、レベルを奪われた。大空軍や戦軍団全部が コロドクの西の新しいハイビーチに撤退した。1943年11月の戦線からの撤退で、シュレムの4個師団は第53と第9軍団に移管されてイタリアへ転戦した。1944年1月1日にシュレムの本部スタッフは大愛高下両兵軍団に配置がえとなり、それに伴いシュレムはローマ地区の2万4 0 0名以上の予備兵力を 指揮することとなった。彼らは、ローマを立ち当初グスタフラインのボルステルカ、ビィンターラインのガリラの川沿いに向かったが、まもなくシュレムの軍団は、アンツヨの連合国軍の共闘法に対抗するために、急いで展開した。シュレムは、第14軍の最高司令官、エーベルハルトフォン・マッケンゼン上級大将に正式に、指揮権を引き継ぐまでの3日の間見事に、ドイツ軍防衛部隊を率いた。 大愛高家両兵軍団は、その後3ヶ月間アンツヨで戦った。シュレームは、国防軍の正式発表で表彰され、彼の功労に大式私鉄十字章が授与された。クスタフラインが、カッシーノで破られ、アンツヨの共闘歩が崩れた後、シュレームの大愛高家両兵軍団は、他のドイツ軍部隊と共に、中央、イタリアまで撤退した。1944年8月にはだや 高架両兵軍団は、アルノ川に駐留し、アペニン山脈北部のゴシックラインの防衛拠点に着いた。シュレムは大愛高架両兵軍団の指揮権を、リヒャルト・ハイドリヒ少将に譲った。シュレムは第3位高架両兵軍団の指揮官となったが、この編成は、実動部隊とはならなかった。その代わりに彼は、オランダの西部戦線で、クルト・シュテデト上級大将が務めていた第一。 高架両兵軍の最高司令官の地位を引き継いだ。第一高架両兵軍はカナダ第一軍に対抗して、ライヒスバルトを防衛することを任された。シュレムの兵員たちは、寄せ集めではあったが、戦力不足の不評部隊を効果的に集めており、彼らは、西の壁に残壕を掘り巡らした。シュレムは、次の連合国軍の攻勢はもっと南で起こるで、あろうという現状分析には、 会議的であり、部下達に、鉄壁の守りを構築させた。カナダ第一軍とウィリアム・シンプソンズ少将のアメリカ、第九軍は、ベーゼル対岸、ライン側の西包みの、小さな共闘歩にシュレムの部隊を追い込んだ。1945年3月10日に第一、高下両兵軍の公衛部隊は、背後の橋を破壊し共闘歩から撤退した。 シュレムは必然的に溶かしてくる連合国軍と対峙する覚悟を決めた。11日後にシュレムはハルテルンで戦闘指揮所が敵機の対地攻撃を受けた時に負傷し、第一高下両兵軍の指揮をギュンター・ブルーメントリット大将に渡した。対戦末期にシュレムは英軍の捕虜になり、1947年10月にハンブルクに送還された。 アルフレート・シュレムは1986年1月24日にハノーファー近郊のアルテンで死去した。ありがとうございます。